パリってね、意外とその、はい、まあ、花の都とかね、言われますけど、やっぱちょっと、実は汚いみたいなのあるじゃないですか。あ、そうね、うん。で、その中でもグラフィティっていうのが多いんですよ。グラフィティじゃない、まあ、落書きみたいな。あ、そうそうそう。はい、結構多いやん。そう。で、ここね、ポン、いろいろあるんですけど、このね、ああ、これとかね、トラックもそうなんですけど、このね、パリはインベーダーさんが多いんですね。インベーダーさんって人おって、こういう。あ、違うと思う。でもこういうブロックのみたいな、こういうブロックで、こういうブロックでいろいろやる人がおるんや。いろんな作品、今にもあったけど、それが、なんかパリはめっちゃインベーダーが多い気がする。インベーダー、このブロックのやつでソニックが入ってる。そうそうそう、それが多分全部インベーダーと思うけど、なんか知らんけど、パリの人なのかな、インベーダーは。ただね、バクシーとかと仲良かったりするんですよ。そうそう、パリはバクシーあんまりそんなない。パリは東京バクシーだったら、渋谷の、宮下パークに行く。あ、そうに、あともいますね。あ、インベーダー。そう、あれとかも。ちょっとね。豆知識なのか、僕の趣味なのかわかりませんけれども。まあこれ、サブチャンネルは、順平趣味お届けチャンネルやから、それをうちら聞くっていうチャンネル。はい、ということで。ゆうです。やめてよ。咳出たわ。やめてよ。ちょっと。めっちゃ美味しそう。なんかビーフンみたいなの書いてあったけど。ちょっとね、これ中国っぽいね、感じの。お店で中華料理屋さんだと思うよ。ちょっと中華、うん、いただきます。はい、どうぞどうぞ。あ、めっちゃ美味しい。ほんと、しかも安いしね、ここ、うん、あー、これでチャイさんの今日の一日モニタリング機嫌いいかな。めっちゃ甘い、これ。ほんと、マジうま。ちょっと俺も待ちましょう。待ちましょう。なんかついてんの、なんていうかわかんないんだけど、順平の猫にゴマがついてる。あ、取れた。あ、取れてない。あ、取れた。あ、取れてない。なになに、ゴマがついてる。ごま？なんで？いや、多分だけど、うちしかごま乗ったもん食べてないから。牛が、牛が順平にごまを飛ばした。なのに、何をはしゃいでるの？今ちょっと撮影の途中でオペラの中に来てるんですけども。すげえ。これはおそらくあれですね、エミリーとフランス人の教授が、うん、デートでなんかあれを見せを見に行って、なんか映画かなんか、あ、がオペラなの。オペラを見に行ってる時に、ここでなんか何だったっけ、口論したいんや。教授の人はこんな面白くないから行かなくていい。ちょっと写真撮ってもらえばちゃんやね。ちいやだの、最近インスタめっちゃ更新するからな、こいつ。全然更新はしない。インスタグラマーみたいな。まあね、ちょっとしましたね、結局。もうだるい。だるって何？したけど、たまたまね、マイキータが。マイキータよ、マイキータってもう日本で買ったら7万8万ぐらいするんですよ。それがパリで2万円で売っていたので、これ買わないといけないと。誘惑に負けた、誘惑に負けたな。負けました、正直。はい、なので、そのサングラスの代わりを購入しました。もうそこの言い訳の説明でも、ちょっと商品紹介してください。商品紹介とか別にないんですけど、ね。2本目でございます、私、マイキータ。あ、それマジャコラボじゃない。いや、マジャコラボです。マジャコラボが安くなっとったのか分からんけど、買いました、マイキータ。はい、これマイキータ誰が言ってたの？これ、この部分が、こう、ネジになってる。なんかじゃない？そう、になってるんですよ。うちもサングラスが落としたのに、もう準備ペーパー。ドイツ。だから買えんやん。ありがとうございます。はい。これは、レンズ入れて、ドツキ入れて、ちょっと、これじゃないレンズ買おうと思ってて。パリではかけません。日本で。あ、そうだね。パリではかけないんで。君は物欲には勝てないの。まあね。だからもう諦めて、最後の買い物とか調子乗って言ってたでしょ。あんた、覚えてないの？でも、これは始まりに過ぎない。またどうせ買います。いいえ。いいえ、あなたは、もうこれは、あなたはバカなんだよ。最後の買い物。いや、絶対違う。絶対に買う。みんな、マジない。欲しいもんないよ。とりあえず結果はもう、そのパリが終わる頃に分かるから、もういい。もう大丈夫ね。もういいってこと？え、あれ？オミュータンツ？何よ、もう。L9。もう新しい情報出してこないで、もう私は。S9。M9。L もない。L9。もういい。なんかあります？そんなんがある。貼っとくんですけどね。全部ない。もういい？スプリームの店員のモノマネだけをしてる人ですね。もういいよ。もういい？もういいってこと？もういい？違う。もうよろしいです。やってます。なぜ拾ってくれたか。突撃インタビュー。
これは TikTok のアフレコをする人間さんです。いいよ、はあ、いいよ、続けて続けて、なぜ拾ってくれたか、突撃インタビュー笑うな、もういい、もういい、終わって動画いや、頼んでないもん、もういい撮ってほしくて大声でずっと言ってたんでしょ、うちらに聞こえるように言ってねえわ、もうすごかったね、順平、うるさかったね、もういい、えっ、なんで、聞こえ、音声拾ってないから、それ絶対なんで、黙れ、おい、ナレーションしてんだよ、こっちはよ、ナレーションしてんの、止めろ止めろ、おい、ダンス、お前完璧じゃねえかよ、フリー、最初は完璧にできたよね、早くやめて、もう大根芝居すぎだろ、うつなの、そうよ、しゅんぺい、そううつについての動画見てる、今僕はうつです、しゅんぺい、しゅんぺい大丈夫か、しゅんぺい、あります、しゅんぺい、お前に生理があるように俺にも感情の波があるんだよ、しゅんぺい、生理中ってこと、そう、あー丸まってる、どんどん丸まってる、また足打つよ、あんた、あそげなんかしよったら、もういい、もういい、知らんやろ、順平、知らんやろ、やめろ、でも似てるでしょ、もういい、エムない、エクセルない、全部ない、もういい、もういい、本当にもういい、もううざい、マジ知らんや、エムない、エルない、もううざい、もういい、もううざい、もういい、おみゅーたんつやめて、まあちょっとは劇場が伸びてないと、大変だね、はい、ということで緊急で壊しております、はい、なんかね、2万ぐらいで止まるんですよ、なんか昔の17万人台付け思い出すね、はい、頑張ります、はい、すごい、もうどんな風に映ってるの、緊急だとすごい、なんか髪も今日も伝えましたけど、いやー、演出とかじゃなくてガチやから、これ、あ、これいいね、はい、うん、セイタカープさん、はい、うん、浪人しちゃった、うん、はい、まあいいでしょう、あ、これはいいですね、そうなんだ、僕は浪人したことありますから、お占い浪人も楽しかったの、なんかその辺で培われたのがその今のうんちくとかそのあれに聞いてるとか、そうなんだ、僕 のそれこそこの前庭の話とかしましたけど、あれもそのコメント欄来てましたけど、そうセンターの話、センターの問題集で出てた話なんです、そうなんだ、あれがおもろくて、うん、この文章センターで解いておもろいと思って、うん、あ、じゃあ本当の本部読んでみようっつって読んだりしてる浪人生活をするんです、ああじゃあ充実してたんだ、そうそう、勉強っていうのは、まあ、知識を学ぶ浪人生活で1年間しょって、まあ、一応やっぱ家よってたから、うん、でお母さん、お前に金物を出してもらったから、うん、まあね、勉強してるフリアセンターに、遊び方形で食べるね、っていう意味で、まあ、その受験勉強じゃない勉強をずっとしてましたね、本読んじゃうとか、興味あるよ、ね、勉強とか興味あるところ、そう、あ、じゃあ自分なりのなんかやりたいことみたいな、いやでもその結果、うん、受験成果とかダメじゃんダメじゃんもういいや、ダメやん、まあという感じでね、これがラジオなのかお悩み相談なのか分かりませんからね、はい、まあいいね、悩みに答えて、みんなのコメント欄でも欲しいね、悩み欲しい欲しい、何でも答えますみたいな、真面目に丁寧に正確に、何人か傷ついたかもしれないこの悩み見えますか、お、意外と透明でね、見えるんですよ、まあ、うん、川なんですよ、ここ綺麗だよね、まあ他の場所よりか、うん、そうそうそう、すげえこうベイノアの髪型みたいなのがねいっぱいあるんですよ、いや俺ねこれね、はい、言われた時全く分かんなかったけど、調べて画像を探したらめちゃくちゃベイノアブラックパンサーベイノアの髪型だ、いや今度カイトとやりますから再戦の、前回負けてますけど多分今回ライズルールなのかな、前回はシュートボクシングルールだったけど今回ライズルールでやるんで、まあ今回ベイノア勝つんじゃ、今日はなんかモニタリングチャンネルさんなんですけど、なんかやりたいことがあるっていうことで、いつも準備聞いてくるからしたいことあるかって、今日は何、もうやめて、それだけやめて、
ちょっとパリに来て私ちょっと一回もインスタを投稿してないのではいはいはい、はい、インスタの写真をちょっとそうそう撮っていただこうかなと思ってちょっと新しい服も来ました着てきました、はい、あのインスタっていうのはあれですかやっぱちゃんゆうがあの足を出してると同じのあのインスタ昨日やっぱ言いましたからあれもわざと男を釣るためにやってるって昨日あのうちの社員さんが暴露しましたのでそういうの好きなんでしょって言っただけちょっとしちゃいますね、怖いねわざと映ったように見せかけてしっかり狙ってますよあれは皆さん男性諸君チャイムがしっかり吐きましたやめて、はい、もう疲れた分からん行くの何を接待終了あいや1時間も経ってるハマキとかパイプとタバコの違いは肺に入れてない、うん、から依存しない感じ、はいはいはい、別にだからタバコの人はうわタバコ吸いて、うん、ってなって吸ってるけど、うん、このこっちの場合は、ね、本当にこう C 社と一緒やから あちょっと今吸おうかなっていう時に吸うみたいなそうですね本当にそうもう一個の違いが火を消さないタバコは燃焼剤が入ってる、はいはい、だから別に何もせんでも勝手に燃え続けるけど、うんハマキとパイプは自分でこう風を ね, そうね送り込んでそれこそ人間がさっき言ったキャンプファイヤーみたいにこうフーってやって、うん、酸素をこう送って火を絶やさないようにするみたいな楽しさがあるよね楽しさがあるゲーム性があるね、うん、そう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 これはねちょっとぜひぜひなんかちょっと ね分かち合いたいよねいや、はい、ちょっとね吸ってくれたら嬉しいよねそうこれねだけどなんかタバコはちょっとなとか思ってる人は、うんそう別にハマキとかこれは、うん、ないんでそうだね依存性みたいなものまあもちろんもう、まあ、スカしてるんでハマキパイプは完全にはいはいはいその吸ってる俺かっけえももちろん正直ありますてかほぼそれですそれなんですけどまあその時間を楽しむコーヒー入れてコーヒーとハマキを楽しむ時間を大事にするってねいやねいやそうだねうんちょっとそうですね。ごめん隣のフランス人がめっちゃ見てきた。そう恥ずかしい。ごめんなさいと思って。恥ずかしい。聞こえてなかった。そんな溺れてたよもう普通に。溺れたっていうか壁に聞こえてるから歩いてた。上がれないとか言い出すから。さっき上がってたやんって。で周りの人も結構笑ってんだよ。うん。でお前何か何じゃん。イングリッシュって言ってそうイングリッシュとか言って誰も助けてくれない。ずっとヘルプミーってずっと言ってた。警察に来てさ、職務質問されてさ、うん、ノーフレンチ、ノーイングリッシュって呆れて、勝手にバッグ当てられて、うん、リキに会ったから、ああいうゲイって言われて、うん、で、ものそのまま分かってなかったから、うん、キショーって言われて、両半身脱いで、うん、で、切って、うん、なんか、こうやってやったんでしょ、うん、したら、あなた、何やって言われて気がした。俺、助かった。マジで。いや本当にそうだ何やろ薬かなんか探してたのかなあそう薬なんかマリファナみたいなあーなるほどねノーマリファナよかったね持ってなくていや持ってみよう使ってねえしかね今日のことは思って危なかったなやめろ危ねえやもう使ってねえわセーフ本当にこれ冗談通じないまず信じるかもしれないさんはまあ編集しかしてないと思う本当にで何やってるかなと思ったら風俗の漫画読んでるふざけんなお前いやいやいやパリに来て風俗の漫画読んでんじゃねえよ匿名の女性たちっていうねすごいいい漫画があったんだよ いいよそんなんは日本全国の風俗がよね俺がさ俺本当に別になんか毎回遊び回ってるわけじゃないけど毎晩外には出たくなる出てんのよ割とそう出てるやん出てるね、まあ、そうだからそのまあ夜の街歩くだけでも楽しいしで可愛い子もいるしみたいな感じでねお前も外出ろよ出てみたらっていう感じでなるほどねで何何何何で誘ったのにいやだからそれはいいお前さあ金曜の夜よ足移すなやめて半ズボンにマフラーいいよ絶対もう一緒に外出かけませんということで、うん、いいコメント紹介おコーナーあったので紹介させていただきますはいあなたもあったんですかありました1個目はいはいはいユーザーネーム T 島さんうん元気さん見習って英会話始めたしおチャンユー見習って足鍛え始めましたいやーいいねこれよ
かったね。次ですね、ユーザーネームナマステゴリラさん、はい、Vlog 見てますます4人のことが好きになりました。いいね。ちなみにチャンユーはせっかくなんだから海外のいっぱい味わったりいいと思うよ。あー見た。はいはい、ポっていうのがいいね。はいはいはい、海外のポっぽがやっぱり良かった。ポ良かったんで、これもあ、いやいや、はい、ありがとうございます。良かったです、はい、僕のやつですね。じゃあまずこちら、人間相変わらずおもんないわ。いやー、これはね、理由ありまして、俺はけなされた方が嬉しいの。あ、けなし方もちょっと甘くない？でもまあね、もっとけなせると思うけどね。なんかちょっと甘いな。はいはいはい、そんなんで喜んでいいの？いや、そう言われちゃうとな。じゃあ撤回で。じいや撤回。かわいそう。じゃあ撤回で。かわいそうに。ごめんね、ムムムさん。ユーザーネームカブさん。はいはい。お互い自分の方が有能だと思ってそう。これはちゃんゆうと人間のこと？そう。なるほどね。これ俺笑っちゃったよ。まあ確かにそれは確かに。これあんまりね、俺らやっぱり仲良くないからね。ちゃんゆうコンビは。まあそうね。ちゃんゆうと人間はそうかもね。ああ。ちなみにそれは俺と元気にも言える。お互いにお互いのことを有能だと。はいはい。ところあるね。このチームやばいな。まだ明確に俺と元気はちゃんゆうと人間のことは確実に見下してるよ。いや本当ね。でも、おお、自分で拍手とかしてちょっと可愛い子ぶって、純平趣味タイム、純平、はい、趣味を知りたいよ、いい野田クリスタルいいからっていう声が、ね、で待って、はい、多いな。そんなコーナー設け始めた。もうダメよ、いよいよよ、そんな自分でコーナー設け始めた。ちょい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 、まああんまりね、いっぱいいっぱい出すもんじゃないですか、声を。いや、いっぱい出し、ちょいちょい出してあんた、ちょちょ、はい、いいです。うん、全然あんたいっぱい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 出してるよ。今日はね、コーヒーまで、まあ僕と言ったらコーヒー豆って言ったから今日はコーヒー豆とか言う。何ちょ仕切り始めてんの？コーヒーが好きなんです。あ、一時期ね、カフェで働いていましたので隣ね、はい、その時から大好きになりました。はい、はい、で今は1日3杯ぐらい大体飲んでおります。こういう感じでコーヒーが好きで、そこのも好きですけども、別そこの説明いらないからな。はい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 、ということでですね、はい、買ってきましたよ。これが僕の天絶セッション。天絶セッション、なんか天絶セッション YouTube チャンネルが僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。僕一応ね、大体 150g で、150g だったら大体1週間から2週間、まあ、僕らが飲み切ると、はい、なんでまあ大体1ヶ月、まあ、750から1キロぐらいの豆、はい、そんなので大丈夫なの？まあ、今回ね、直弁しました。わからん、春なんで、春の豆エチオピアじゃない、酸っぱいね、酸っぱいみたいな、はい、みんなもわかる、わかるコーヒー好きさ、まあ、一番、まあまあ、そういう時もあるよね。うまかったね。使いやすいとかいろいろあってね。私コーヒーが飲めない。コーヒーって言ったら使い入り、苦いねとかイメージがあるんですけど、まあ、いろんな飲みがあるんです、はい、ちょっと紅茶っぽい味飲めたり、はい、それこそ苦い味飲めたり、豆の種類って言ったら、まあ、豆の種類と、その入り方、豆の焙煎の仕方とか、ブレンドの仕方とかによって変わってます。基本的に今コーヒー屋さんだったらみんな飲んで、もちろん提示しました。もう、誰に向けての、もう、わからなくなって、もう一応、もう一応、コーヒー、またコーヒーにちょっと長くなっちゃうから、本からお願いしておきましょう。もう10、はい、もうこれでもドリップコーヒーに関しては一旦このぐらいで、いやでもいい、はい、もうこれでも十分長く感じたから、もういい大丈夫です。もうこれで最初で最後のコーヒーコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、いやエスプレッソ編とか、大丈夫です。ありがとうございました。失礼します。フランスのね、視聴者です。まさか、まあ一回声かけてくれた人おったけど、ご飯とか行くのはこっちで住んでる、そうね、料理人のことですね。テオです。よろしくお願いします。いやでもちょっとね、有益な情報を手に入れまして、はい、フランス人のキスはもう最後まで OK だよという情報をね、だいたい90%ぐらい、キスはもう 90%、まずでもチャユ昨日話したとさ、私はキスは当たり前にするけどねって言ったけど、もしかしたらフランスで速攻狙われるかもしれない。危ないかもね。キス当たり前にするって言うの？キスぐらいするくらいみたいな、好きじゃなくてもみたいな、言って、危ない、あ、危ない。キスしたらもう OK と思う。もうガッツかれるからさるんや。見てください、このステーキめマジでうまい。めって言っちゃった。最後つんでし。デリッシュ。はい、ということで明日は昼がおす、まあその昼が一人の男で夜も違う男っていうのも教えて。たまたま別にその会うだけよ、別にその何ダメなの？いや教えて。昼はオスカーと遊ぶよ。
うん、ラーメン食べ行くの、うん、夜は夜もやけど男性と遊ぶやけど、うん、いいんや、いや別に悪い気じゃない、いいね、いいね、遊ぶっていうか会う初めて、昼と夜違う男と遊ぶってことでしょ、いい意味ね、言い方悪い、悪い意味、まあ、まあ、そういうことになるけど、いいんじゃない、ちょ右手もその説明何かとか言って、いや、マウスウォッシュだよ、で、さっき撮りましたね、明日2人デートするっていう、いや2人デートする前日にマウスウォッシュを買う、違う、つまり家にあるのが切れたから、つまり何ですか、何女の子言うの恥ずかしいですか、わかりましたよ、キスする可能性があるってことですよね、関係ね、だって毎日やってんだ、お前そうし、ダメだよ、言ったら止めたからね、今日は別のことになんか別のことが起こりそうな感じやる、どうした、どうした、俺の高校の時の野球部の監督みたいな誰それサングラスしててすごいガン飛ばすね、怖っ、いいんですよ、言わなくてまとめなくていいよ、はい、今日はなんか間違えたおい、どうした、マジで長くなる、ふざけてんの、ジャイアン、だからまあそっか、路上キス、路上キス童貞じゃない、路上キス言えばチャイネさんみたいなところあるじゃないですか、まあそのまあ、あるそこら辺はまだなんですけど、そこに関してはプロフェッショナルではチャイネではないかなと、え、だから路中って興奮するの、知るか、どれ、知らないことはない、もう次次次次なーもうやめて、質問してるよね、そう素直な質問、知らないよ、そんな、お前らが知らないから急に、そうもう湿度変わりません、そんなもん、はい、変わんないんだ、変わらないんだ、なんでするの、じゃあ、ね、別にしたいがするんだよ、キスをふぅということで、なんか日本のスパークリングワインとかをちょっとなんか出してくださいましたね、そうね、これ何さ、まあ貼っときましょうかね、ジンちゃん食事、ジンちゃん食事、言われるってか、ここにそうだね、めっちゃ日本みたい、中井くん、日本人、中井くんです、お、中井くんだ、乾杯しよう、じゃあ乾杯しよう、中井くんです、はい、乾杯ですよ、あれでしょ、あれでしょ、チャイがお願いしますね、なんかの、うん、チンチン、まあまあいい、なんか積極的というか叩き慣れてないでしょ、左手やったから、どう、どう、うまい、うまい、ね、最悪、最悪や、動画撮りながら食べたけんね、そうだそうだ、一回切ります、長男は良くないよごめんごめん、エンディングでーす、はい、うっす、なにカプチャンエンディング初めてのですよ、なんでしょうね、何が起こったんですか、いやちょっとブレイキングダウン、やっぱね、よかった、もうそこ、何これ、そこ、どの試合、どの褒めをやっぱ、これはそんなに良くなかったですよ、もう本題に行って、次次、あれですね、サブちゃんなんですけれども、うん、ちょっと、まあ、今回は大体25分とかかな、まあ、いつも通りっていう感じだったと思うんですけど、まあ、ちょっとメインの、いろいろ試作やってみようっていうことで、アイドルエイドがなくなったというか、モニタリングがなくなったじゃないですか、メインの2、3本ぐらい、その関係上サブちゃんがすごいことになってる。膨大な量になってる。サブちゃん50分ぐらいになっちゃったんですよ。本当とか。さすがに50分のものを、さすがにちょっとサブちゃん50分はちょっとチャレンジャー、まあ。そうだね。YouTube 50分は結構チャレンジャー。ちょっと。まあでもそれをなんか来週にしてとか、まあなんかそういうのもちょっと微妙やなと思ったので、うん、まあ、ちょっと試みとして、まあ人気者今いろいろやってみている期間なので、ちょっとこのサブちゃんをメインに一回出してみようと。いいね。本当初じゃないですか。初ゲー。なんか全然もう全然見られなくて、ああやめようっていう可能性もあります。実験で。ありえないっていう可能性。いやいや跳ねる可能性ありますよ。なので今回こう流れたこのサブちゃん、はい、うん、とはまた別の、でもまあクオリティが下がったとかそういうわけではなく、普通に余ったと、うん、が今週、うん、じゃあ来週の火曜日に出ます。うん、メインの方で。メインの方で。なのでちょっとみんな見てください。ちょっとぜひね、ぜひ、うん、もうサブちゃんガチ勢の皆さんもサブちゃんガチ勢めっちゃいるから、本当にいるね、これを見てくれてる人、しかもサブちゃん見てサブちゃんのエンディングまで見てる人、
もう好きやろ元気出た。大好きよ。さすがに。じゃなかったのか分からん、なんださすがにメインにサブちゃんを持ってくるのちょっとかわいそうだよ、なんか、うん、まあね、いきなりそのね、ああ、そうね、そのブレイキングダウン出てたやつをライジンでいきなり、ああ、そう、ちょっと、無理無理無理ってなって、伏線回収みたいに繋げなくていいから、別にわざわざ勇士みたいに言ってね、まあ、よかったけどね、よかったけどね、全然よかったけど全然上回になっちゃうけど、誰だよ、もう一人も分かんないよ、もうまあ、っていう感じでちょっとあのサブちゃんが旅立ちますので、まあ、まだ普通にね、いつも通り来週から出ますけど、ただ、来週のメインにちょっとサブちゃんが行っちゃうということで、よりたくさん見れるってだけです、まあまあ、お高く見守ってください。初速心配やから、みんなそのもう上がった瞬間にいいねとコメントとかもバッチリ言ってだと嬉しい、そう、はい、私たちの不安を解消させてくれ、そうだと嬉しい、はい、もしかしたら1位もいるからね、いや、もう大革命、もう大革命Vlog チャンネルに変革、どうしようってなっちゃう確かに確かに、ありがとうございます、そんな感じで、ね、可能性ぐらいいきますので、ちょっと、うん、大丈夫です、楽しみにお願いします、はい、おーチャンネル登録してほしいよ、怖いんだけど、今度お手はなく今怖いんだけど、大丈夫、登録してほしいよ、いいよ、ハバナイスデー、眩しい、いや、はずい、いいよいいよ、なんだよそれ